運のいい人を見分ける。運のいい人と悪い人を見分ける能力を磨こう。ついている人たちのそばにいて、その恩恵にあやかるのだ。一方、ついてない人から逃げるに限る。悪運は無分別な本人の身から出た錆。しかもその災難は伝染するかもしれないのだ。小さな不運を一つたりとも入り込ませてはいけない。もっと大きな不運をさらに引き寄せてしまう。 トランプでどれを捨て負担するかが勝負の鍵であるのと同じように、人生においては避けるべき人物を心得ていることが非常に重要だ。聡明な人、資料深い人に出会ったら、そのそばを離れないこと。幸運は間違いなくその近くにある。